ここ気にしてもダメやった、うん、やっぱり、うん、リセットしたいとは思ってます。どうしたんすか今、何があった？ちょっとあかねさんとこ行くわ。あかねさん、うん、はい、あかねさんがな、はい、後で詳しく話すけど、はいはい、まあリスカットしてしまったと。あ、じゃあ会いに行こう。わかりました。あ、おったいました。あ、おったちょっとここ止めるわ。気をつけて横出ろよ。わかりました。はい、大丈夫？大丈夫。ちょっと緊張してる。緊張する。正直あかねさんが、はい、ちょっと心配になって来たんやけど、はい、うん、ちょっとここ座ってもいい？はい。はい。どうぞ。あかねさんが、はい、まず、うん、ちょっと無事で良かったなっていうところが、うん、まあ僕の思い。はい。それはいろいろ重なって、うん、まだ娘が亡くなって、うん、まだ浅いことと、うん、やっぱりまだ家に一人夜になったら、うん、娘が玄関から、うん、おかんってなんか来そうな、うんうん、今までのように、うんうん、だからなんて言っていいかな、なんか寂しくなっちゃう、うん、そうですね。今まで喧嘩したり仲直りしたり、うんうん、娘もやっぱりほらそういう精神科の病気を持っとって、うん、私も精神科の病気とか、うん、いろんな病気持ってるし、うん、一緒に頑張ってたもんね、うんうん、ほんでお互いに頑張ろうって言っとってその矢先やったから、うん、女手一つで、うん、息子娘が3歳2歳の時から、うん、育ててきて、でその時はやっぱりショックでしたね、うんうん、やっぱり要するにあかねさんが今自分が一人に感じて、うん、寂しくなって、うん、自分も娘さんのところに、うん、行こうかなみたいな感じで思って切ってしまった、うんうんうん、昔は結構包丁でやっていたんですよ。左で、はい、うん、包丁やったら切れないっていうのを分かって、うん、ほんで、あ、カッターあると思って、うん、歯見たらまだ新しかったんで、うん、でちょっとバスッと、うん、ほんででもすぐなんか看護師さんの、うん、私の担当してる看護師さん、ちょっと手切れたし、うん、ちょっと来てってすぐ呼んで、一応応急処置、あ、応急処置は担当の看護師さんがしてくれたんですね、うん、はい、あ、よかったよかった、うん、ちょっとこれが今バッて出てるけど、この包帯ってことでね、はい、そうです、うんうん、このここにやったんですよ、うんうん、頼れる人が少なかったとしても、うん、レスキューハウスはあかねさんとずっと一緒やから、うん、それは僕たちに頼ってきてほしい、うんうん、レスキューハウスとかを通してすごく感じるのはリスカットをしてる方って本当に多いんですよね、レスキューハウスを見てる方、うん、けど僕はなんかこれは頑張った努力の証やと思ってて、うん、リスカットってそれこそもっと違う死の選択方法を取ってたら、うん、ほんまにこの世にいないかもしれないし、うんうん、それこそ体のこの一瞬の痛みよりか心の痛みを緩和したい、うんうん、和らげたいと思うっていう気持ちを持って皆さんやってるのかなとか思ったりとかして、うん、なんかその頑張った証拠っていうのは、うん、それはもう分かる人とか理解してくれる人は、うん、まあ、間違いなく世の中にも増えてきてると思うから、うん、自分は一人じゃないよっていうのは覚えておいてほしい、うん、
別にこれは恥ずかしい傷ではないから、うん、自分が戦った頑張って戦った傷やから、うん、僕がここに来る前も茜さんはずっとリストカットしてごめんなさいって僕に電話もしてきてくれて、うんうんね、メッセージでもリストカットしてごめんなさいって来て、うん、隊長に電話した時は、うん、ちょっとあの久しぶりに声聞いて、あ僕の、はい、うん、本当にちょっと半泣きになってしまったけど、うん、茜さん、はい、酸素入ってない。えマジで、うん、どこで分かるんですか。これ今開いてるんですけど、はい、これが今もう全然足りてないから、うん、入ってない、うん、だからこの状態は危険やから、うん、次担当のお医者さん来てくれる時あるね、うんうんうん、それはこれがもう空なった、木曜日来ますね、うん、はい、空なったからって言って、うん、あの交換してもらってください、はい、早急に、はい、だから今日はちょっとしんどいこととか、はい、体力使うことはもう禁止、うんうん、はい、うん、危ないですよ茜さん私も知らなかったんですよこれあの私の力がないのか。めちゃくちゃ軽いもん。えマジで、うん、めちゃくちゃ軽い。私持ったらすっごい重かったし。これ僕と初めてお会いした時に、はい、空でしたよね。そう、空やった、はい、だから念のため一応空かどうか見ようかなと思ったら空やった。まあよくこの酸素ボンベとか使う人もあるあるやけど、はい、これが基本的にはもう閉めなあかん、ね、そう閉まってない状態でちょっとでも空いてたら、はい、ずっと酸素が夜中とか出っ放し。あこの子からね。そう、うん、だからまあそれは気をつけておいてほしいなって。あ、はい、わかりました。茜さんの緊急事態をこれが守ってくれるんでね。はい、そうなんですよ、はい、覚えておいてください、うん、だいぶ落ち着きましたね、うんうん、よかった、うん、本当に、うん、約束しよう、うん、はい、自分の体を、うん、もう傷つけるっていうことは、はい、できる限りやめてほしい、うん、はい、それは僕たちも茜さんのことが大切やから、うん、茜さんが大切なものを誰かが傷つけてたら嫌でしょ、うん、僕たちも同じ気持ちやから、うん、できる限り約束して、うん、はい、はい、分かりました。じゃあ、うん、あの車で少し送るから、はい、じゃあ一緒に行こうか、はい、はい、立てる、はい、はい、あそこの今日ご飯は、うん、あるよ。ある、うん、やった。何食べたい。大腸の消防飯、うん、僕の消防飯作ろう、うん